どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレルドガズでございます。本日は皆さんお役立ち動画をここに公開したいと思います。はい、本日のテーマはですねこちらでございます。音楽をするとき、弾き語りをするときに知っておいていただいた方がいいなと思う大切なことというタイトルでお送りしたいと思います。ガズレレではですねこんなようにちょっとすごく大事なこととか皆さんからね困ったなという質問とかいろんなねお役立ち情報をですねいろんな動画撮ってるんですよ。で過去に撮ったお役立ち情報一つのホームページのねページにまとめてます。ここにも貼っとくし概要欄にも貼っとくで他にもねいろいろめちゃくちゃね有効な情報要は弾き語りのレッスン動画以外のことがわかる、なってますんでちょっと見てもらうといいかなと思うんですけど今日はその流れでね、この話をしていきたいと思います。はい、そしていつものことですけどウクレレめちゃくちゃ楽しくてガズレレでやったら本当にすぐできますからね。音楽未経験の方もすぐ始めてください。概要欄にガズレレで始める音楽のねスタートできる URL 貼っとくで見てみてください。さあもう早速本題に入っていきましょう。音楽で弾き語りで、めちゃくちゃ大事にしたいこと、それはですね皆さんまずねこれステップがあるんですけどやっぱりね最初のデビューしたてっていうのはもうやっぱり C 押さえるのここだなとか F だなとまずコードを覚えてあとそのメロディーラインをこう楽譜を見ながらこう確認しながらこうコードを弾きながら歌うわけじゃないですか。そしたらもう最初はもうしょうがないです。夢中になって楽譜を釘付けでやっていってください。つまりですね例えばこういう、ソングブック5みたいなこの楽譜をねゲットしていただいてこういうふうに楽譜を見ながらね演奏していくわけですけどまあここに楽譜があるとするとですねもうこういう状態ですよね。もう釘付けです。はい、水場所揺れるあぜ道、これが初心者さんのこれが正しい姿勢です。ここは皆さんもね、この動画見てくださってる方こういう風にしてだん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 こう自分の中に音楽が入ってきてコードを覚えてきてだんだんいけるようになってきたと。でその次にですねやっぱりガズがすごい大事にしたいことは目線です。どこを見てるか、これがめちゃくちゃ大事になるんですけど、ですね、多分ですけど、これを見てる多くの皆さんは、ガズレレ YouTube の画面を見て、こうコードを見ながら、歌詞を見ながら音楽を弾いてるというパターンと、こんな、ガズの出してる本とか、皆さんご自身で書き出してもらって、このノートのね、楽譜みたいなのを見ながら弾いてると思うんですけど、多分ですけど、今もそのさっき見せた初心者と同じようにきっと音楽をプレイしてると思います。ちょっと見ててくださいね。ちょっとこんな感じですよね。今パッとこう、開いたところやるとね、あここにこんな感じで、ね、慣れてきてる方でも例えば8ビートでもこれまで解けるようなこんな感じでですね画面をずっと見ながらこうノリノリで歌っていると。今カメラで見てもらってなんかね全然なんかこうここに没頭してますよね。ちょっと他の曲も伴奏弾いてみましょうか。じゃあこれにしよう。踊り子という曲ですけどこれ楽譜をずっと見ながらね楽しそうではあるけれどもどこかに行きたいなんかこれ見てどう思います？ずっと楽譜見てるなカズさんって思うじゃないですか。これで、ね、結構大事なんです。皆さんが音楽してる時に見てる景色はですねやっぱり楽譜とかガズレレ YouTube の動画のカズさんってことになると思うんですけど音楽ってですねもっと本当すごい世界を秘めてるんですよ皆さん。何を秘めてるかどうしてほしいかどうした方がより音楽が楽しくなるかっていうとですねこの目線をですね例えば今日は8月の、21日なんですけど外見たらもう太陽がもうさんさんと降り注いで青空も見てもう入道雲もモクモクみたいなここ見えてるんですけどそれを見ながらやった方が音楽って豊かに感じられます。音楽ってもうそもそもはこうなんていうのかなこうこの楽譜通りにやるっていうのは目的じゃないですからね。音を楽しむ。音を楽しみながらこの景色とか、大好きな人を見ながらだとか、大好きな仲間と一緒にやるときに、楽譜を見ているのはもったいないんですよ、皆さん。はい。これガズレレではね、よくこれ皆さんイベントなどでもお伝えさせてもらっていることなんですけど、まずですね、今日はお伝えしたいのは、一個。たった一個です。楽譜を見るときに、ずっと見ないでください。で、ちょっと今日ね、すごいガズさんも告白をしようと思うんですよ。いいですか？ガズさんの
日々、アップロードしているガズレレ YouTube レッスン動画、いつも見ていただいてどうもありがとうございますということなんですけど、もう私毎日ですね、大体ガズレレ YouTube 動画撮ってるわけじゃないですか。そうするともちろん知ってる曲もありますけど、まあほぼほぼはですね、実は知らないというか、その前の日に、練習している曲なんですね。だけどガズさんって結構こうカメラ目線で歌うところが多くないですか。じゃあ例えばですね、つい先日取り上げた波乗りジョニー、はい、これね見てもらうと分かるんですけど、これガズさんが歌ってるのってこういう楽譜を見てるんですね。皆さんに見せてる手書きのノートをコピーして色分けして、この分かりやすくしてるんですよね。じゃあこの波取り以上にちょっといつもの感じでやってみましょう。で、普段はね、今日ちょっとこうトーク中心なんでカメラの角度が上なんですけど、本当はもうちょっと下がってるんですよ。ちょっとそれを再現してみると、このぐらい下がってるかな、はいはい、こんな感じなんです。こんな感じやってるんですよ、いつも。で、ちょっと見てくださいね。ワン、ツー、スリー、フォー。青い渚を走り、季節がやってくるってやってるんです。今私が何やったか分かります？ここね、青い渚を走り、はい、青い渚を走り、今ガズさんの目線がカメラから消えたじゃないですか。その時に次のコードと歌詞を読んでいるんです、実は。言ってしまった。そうするとこんな感じになるんです。最初覚えておきましょうね。青い渚を走り、恋の季節がやってくる、夢と、はい、わかりました。この外れてる時に実はガズさん楽譜見てるんですよ。で、それはですね、なんでこれをやるかというと、やっぱり僕が伝えたいのは、そのどこを見ながら音楽をするかっていうのはやっぱすごい大事であって、じゃあ逆にですよ、それをかん関係なく、じゃあ楽譜をずっと見ながらレッスン動画をスタートします。ちょっと見ててください。ワン、ツー、スリー、フォー。青い渚を走り、恋の季節がやってくる、皆さん、この演奏動画見て全然エネルギーを感じないことないですか？ガズさん全然こっち見ないからっていうのはあると思うんですけど、僕ね、この能力がすごい今たけてるんですよ。どういう能力かというとですね、見てください。今のここ青いな渚を走りじゃないですか。そう、 C と Em7 ですね。そしたらね、もうガズさんのね、心のシャッターにはここまでバッと歌詞とコード2ブロック分まで覚えられるんです。もうどんな曲であろうが大体、まあ事前に練習はしますよ、もちろん。だけどそれはどうなってるかというと、皆さんのこの指先が皆さんの目線だと思ってください。青いなぎさを走り、こういう風に一回抜けてまた戻ってここに戻るわけじゃないですか。で、このトレーニングは確かにいると思うんですけど、これはですね、これをこういう練習をしていくと何がいいかというと、やっぱ例えばこれが我が家だとすると、青いなぎさを走りと外見ながら、恋の季節がやって、例えばこれが海であったり、大好きな人だったり、仲間内であったり、このパッと見る楽譜からこの自分の今いる景色を見る、人間というのはこの瞬間しか生きることはできないんです。その瞬間の景色と一緒に今この奏でてる音楽を感じる、これがですね、弾き語りで皆さんがまだね、知らないすごくいい感覚なんです。多分ですけど、きっと楽譜みんなぐーっと見てるんですよね。ね、そうじゃなくて、楽譜を見たらちょっと離れて、その風景とか、その自分がいる場所を、こう、噛み締めながら、自分がいる場所がリビングルームだったらリビングルーム、どっかスタジオだったらスタジオみたいな、その自分がいる場所とこう一体になってですね、その曲を楽しむ。海だったら海、山だったら山。これがね、欠けてるんじゃないかと思って。で、そのトレーニング、本当はですよ、アンプといって全部曲、丸々覚えちゃうのがいいんですけど、まあその前のステップとしては、やっぱり楽譜をずっと見続けないっていうのをちょっと今からやっておくと、すごくいいかもしれません。やってみたらわかります。全然弾けないですよ、多分。例えば、皆さんが今これをやろうと思うと、青い渚を走り、あれ、どこだっけって目が迷っちゃいます。これもですね、トレーニングなんですよ。だいたいこう、そのためにですね、この今見せたノートっていうのは、色ペンでだいたいこう、位置が分かるようになってるんですね。ほんで、これを、このリットミュージックから出てるガズレレの本はですね、ちゃんとね、ここに見てください。色分けしてあるんです。この目が泳がないようにというか、この2段が終わったらその白いところに行って、グレーのところに行く。こんな風な感じで、本が作られているんですね。ちゃんと考えられているわけです。そしていつものことですけど、こっちのね、本はね、皆さんこんな感じで書き込んでくださいね。ご自身でそれぞれの本に育てていくのが、
この本のね、使い方ですからね、こんなの本当に書いてない。ガズが自分で書いたんです。こういうふうに、かっこいいバージョンで自分やりたい曲をどん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 ポイントで書き込んでいくのが、この本は使い方なんですけど、こういうのも含めてですね、やっぱり音楽をやる姿勢っていうのは、楽譜を見て、その通りにできたっていうのはですね、あ、ちょっとカメラを戻そう。その通りにできたっていうのは、なんてことはないっていうか、ただそれは、ガズが言うところの、文字を読んでいるだけという音楽になっちゃうんですよ。そこに心とかフィーリングとか、今どういう場所にいるかというか、こう気分が乗ってない。どういうことかっていうと、今の青い渚を走りっていうのも文字を読んでいたら青いなこ、そこの文字にこう吸い込まれてるわけですね。だけど青い渚を走りって例えば空を見る、海を見る、この感覚、同じ歌詞と音楽同じ演奏してるのに、ものすごいそこに今までなかったですね、この何かがこうボーッと登場しますから。これはですね、上級者じゃなくても初心者の方でも4つのコードを覚えた時点で、あの何でもかんでもみんな踊りを踊って頭の中でなんかいろんな楽しいことをこう頭の中でセッションしたりとかもできるわけです。だけどこれを楽譜いつまでも読んでいるとですね、何でもかんでもみんな、そこに釘付けになってそこから自由になれないんですよ。楽譜から離れたところに本当の音楽の姿があるんです。皆さんミュージシャンを見てください。桑田佳祐さんだろうが、ミスターチルドレンさんだろうが、楽譜見て演奏してますか？やっぱりあれはもう心の中の映像を音楽を持ってこう再現して、その映像をまた自分も見てるみたいなところがありますからね。どこを見て音楽をしてるか、これめちゃくちゃね、皆さんに大切にしてほしいことです。皆さんもう本当担当直前にどこ見て音楽してますかって言ったら、もう楽譜とかガズさんの YouTube 動画っていう風になっちゃう。なんかね、それもちょっとやっぱりさ、大好きな景色見たね、見ながらやりたいじゃないですか。だから完全にアンプするのが本当に素晴らしいですけど、アンプっていうのを全部覚えるんですよ。だけどまあそこまでのステップとして、ずっと楽譜を見ないっていうのはまずステップ、最初のステップですね。で、曲をどうしても覚えられないっていう方も多いんですけど、ここで一個言いたいのは、曲を覚えるにはすごい秘訣があります。これ有名なガズの名言であるんですけど、曲を覚えるすごい大事な要素はですね、たったこの一点です。はい、ドン。決意することだけです。噛んじゃった。決意する、私はこの曲を覚えるぞと。これが一番大事です。で、どうやったら覚えられるかというと、楽譜があるじゃないですか。楽譜を、今見てる楽譜を閉じてください。閉じたら分かんないじゃないですか。分かんなかったら開きます。そしたら1行目だけ、1ブロック、2ブロック、この1行目だけを何回も覚える。それを積み重ねていくのが覚える方法です。あとは歌詞をドラマ仕立てにして、ストーリーで覚えていく。映画の映像のように自分の中に組み立てて、それをこの今再現するところで頭で再現していく。こういうのがいいんですよ。それこそが本当に音楽のこの真髄にタッチするというか、その曲の持ってるね、本物の姿にこう触れられるみたいなね。臭いですけど、本当そういう感じだったと思うんですよね。なんで皆さん、これからね、ただ楽譜通りに弾けたとか言って、ガズさんの YouTube と見ながらね、一緒に弾けたっていうのはね、最初はもう大事です。大事だけど、その次はやっぱりその上手い下手とかじゃなくて、そのどういう感覚で自分が音楽してるか、何を見ながら、どんな景色を見ながら音楽をしてるか、これが大事になります。そして皆さんね、本当に我に返ってほしいんですけど、初心に返ってほしいんですけど、音楽ってどうして私ってやりたいと思ったのかな。僕もそうですよ。音楽をね、やりたいな、いいなと思ったのって、音楽してる人を見てめちゃくちゃ気持ちよさそうだったからです。もうあんな風にギター弾けて、なんかね、大勢のお客さんの前でこうやって弾いたり、なんかミュージックビデオでこうギター書き出してるのを見たりとか、なんかそういうのを見て、うわ、かっこいい、僕もあんな風にギター弾いてみたいなとか、あんな風に歌ってみたいなっていう風に思って、それで音楽を始めたのに、いざ自分が始めたら楽譜をずっと見て、ずっともうこんなね、カチカチになって、はい、それではやっぱりね、なんていうか、目的を果たされてないんじゃないかと思うんですよね。体を揺らしてリズムに体を委ねて、もう遠くを見つめながら、景色を見つめながら、やっぱやりたいわけじゃないですか。そういうところのね、まず一応原点ですか、そういうのはね、音楽いいな、音楽やりたいなと思った時の、なんでいいかと思った、それはきっとですね、楽譜をこんな風に見てる人の演奏を見てはそんな風にきっと思わなかったわけですから、逆に言うと皆さんがその感覚をちょっとずつ高めていて、楽しくね、こうやってやってたら、わあいいな、なんとかさん、すごい、僕もそんな風になりたいって言って、どん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 また仲間も広がって、音楽を笑顔で、プレイする人たちが増えていってですね、いい世の中になると思うんですよ。音楽って自分でやると楽しいですよ。だから楽譜見てずっとやってても楽しいんだから、もっと目を上げたらさらに楽しいことがいっぱいあります。はい、そしたらね、この動画見てくださった方は、まあ、周りの方にもね、そんなことをですね、こういう風にやるといいっていう、カズさん言うとったでみたいな感じで言っていただくとね、なんかまた面白いコミュニティになる。例えば5、6人でさ、仲間でじゃあセッションしようよっていう時にさ、
5人集まってるのにみんな楽譜見て下向いて何の集団だってなると思うんですよね。それよりみんなたまにこう目合わせてうんうんとか言ってうなずいて一緒にリズム取ったりとかして、そういうのがね素晴らしいと思うんですよ。なんでこれ同じ弾き語りしてるんですよ。音楽をしてるし弾き語りもしてるんですけど、どこ見てるかとどんな感覚で音楽をしてるかってこれ大きい差がありますからね。初心者の方もこの感覚、最初は、まあ、何回も言うけど最初はもうしょうがないです。楽譜気づけてもこんなんだってやってていいですけどね、慣れてきたらやっぱちょっとずつちょっとずつその能力というか、ここが本当の音を楽しむ音楽の一番大事なとこだと思います。今日はですね、とっても大事なこと、これがですね、ちょっとね、忘れちゃうことなんですよね。ガズさんも定期的にこのような、発言というか、これは大事だよということを発信してるんですけど、やっぱりね、楽譜夢中になって、課題曲自分で設けたりすると、あ、これができた、できないとか、難しいとかやってるうちに、もうどうしたってこう、楽譜釘付けになっちゃうから、やっぱ本当のね、音楽のなんか姿っていうのは、こういう外を見ながら、歩こうよ、本当にこうなんつうのその空気全部こう一緒にセッションしちゃうみたいな、そんなのも素晴らしい。まあここまではねやっぱその歌詞全部覚えるっていうのはね、その決意のもとに結構ね何回もまあ練習しが必要だと思うんですけど、まずファーストステップは楽譜を見ない、まずこれやってみてください。今日からきっとね、あれ全然ダメってなると思います。楽譜から目を離したら次戻ったらどこにいるか分かんなくなるからね、それも練習でございます。はい。音楽、次のステップというか、次の景色を見る。すごい大切なことだと思いますんで、ぜひ皆さん、トライしてみてください。さあ、お知らせです。旅レレ、大好評なんですけどね、今ね、これ、今ご注文いただくと、11月発送ということになってるんですけど、これが大好評でございまして、もうちょっとでですね、もうこの、ビデオが出るぐらいの時にはもう11月分はもう完売になってるかもしれない。でもですね、次の来年1月発送分はまた続けて受付開始してます。ちょっと先になっちゃいますけど、この旅レレマジでものすごいね、斬新なんで、はい、これのチェックよろしくお願いします。で、これ今ね持ってるのこのガズモデルですけど、あとガズレレではブラックビューティーウクレレ、ちょっとここにあるんで、ブラックビューティーウクレレとヴィンテージウクレレとかいろいろラインナップがあります。これヴィンテージシリーズですよ。ヴィンテージ美しい、これもめちゃくちゃとろけるサウンド。ブラックビューティーも、はい、これもおなじみ、はい、ガズモデル、この辺のウクレレもあるし、定番のね、薄レレとかわがままウクレレもラインナップしてます。ただいま大好評、販売予約受付期間中です。在庫があるものは即発送、ないものでも、予約をいただいて、ちょっとそれぞれの納期が変わるんですけど、ゲットできますんで、ぜひ皆さん公式ホームページ、並びに販売ページ、URL 概要欄に貼っとくんでご覧になってください。さあ、楽しく音楽しましょう。こんなちょっとのことでですね、かなりね、価値観が、音楽をやる、弾き語りやる価値観が変わると思いますんで、まず目線、注意して。トライしてみましょう。楽しんでね。はい、それでは皆さんごきげんよう。バイバイ。